プロレス大集合。どうしたの？すごい元気がいいんですけど。いやー元気ですよ、から元気です。いよいよゴールデンウィーク前なんでね。そうそうそう、ね、でいよいよですよ、はい、ミストフレンズの揃い組。おー、はい、ねえ今日お二人ねいただきました。じゃあ左側からね、藤本司選手、はい、そして中島有沙選手、はい、どうぞです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はですね、こんなタイトルでいきたいなと思いますね、はい、今ね、女子プロレス界でも最も輝いてるタッグチーム、そうだ、それはベストフレンズだ。ちょっと待って、合わせて、重い思い、そうだ、変な様子をもう一回いきましょうか、はい、それはベストフレンズということでね、まあ今日はゴールデンウィークスペシャルということで、ね、はいはい、お届けしていきたいと思います、うん。でそれぞれ団体は違うんですけれども、うん、でそれぞれゴールデンウィークはもうね、公共目白押しですから、でそのご紹介もぜひね、はい、していきたいなと思います、はい。さあもう早速いきましょうか、はい。ゴールデンウィーク、ね、どんな戦い模様になっていくのか、まあ、ベストフレンズとしては、はい、このゴールデンウィークはどんな戦いにしていきたいですか。ゴールデンウィーク、うん、どうですか。どうですか。どんなゴールデンウィークを過ごしていきますか。私はもう早く5月4日が終わればいいと思う。ずっと言ってるよね、もう早く終わってほしい。でもゴールデンウィークとかいいから5月4日終わってっていう。なるほど。5月4日以外はスケジュール入ってるの、ゴールデンウィーク。うん、入ってる。あ、大変だね。うん、そこに集中こうできればさ。あ、そうか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 、お忙しだ。藤本さんはあれですか、はい、JWP の5月の連休の試合は入ってるんですか。はい、私は3、4、5出ないですね。そうなんだ。3日は他のところにいて、そうなんだ。あ、そうなんだ。ね、ウェブ、はい、ウェブですね。ウェブの公式戦が、うん、これゴールデンウィーク一度も組まないパターン。ね、どうなるの、ね、可能性はあるよね、あるよね。あ、分かんない。ゴールデンウィークを一緒に過ごせないタッグパートナーってどうなの。どうなの、どうなの、どういうこと、どうなの。早速いちゃもつけ、ね、でもなんか、でも5月4日はね、なんかベストフレンズ見たい感じはしますけど ね、まだカード決まってないんですよね。いや本当に決まってないんですよ、ね、本当に決まってないんですよ。本当に決まってないって言ってるじゃんみたいな。そう、怒ってさっきもね、さっきも怒ってたから、ね、本当は決まってんでしょ、だから決まってないからもう困ってるみたいな。だってこんな追い詰められてるツッカ初めて見たもん。本当ですか、本当ですか、はい、もう早く5月4日が終わってほしい、もうそれだけです。でも今、ね、でももう直前だから、はい、営業もそうですけど、うんうん、ね、もう走り回ってるじゃないですか今は、ね、そうですね、うん、本当に駆け巡る選手。駆け巡る選手。いやでもね、今日今回はこのベストフレンズの主題歌というか、はい、歌がこのバックに流れてる、うん、予定ですね。予定ですね。最高。予定ですね。はい、あ、いい歌だ。ね、フレンズ。いい歌だよ。歌だ。ね、そう、中島さんが一生懸命歌ってる歌ですね。うん。何バカにしてんの。いやいやいや、そうだ。やばい。やばい、機嫌悪くなってきました。機嫌のボタンを今痛めてほしいので、カチンと落としたということで、ちょっと各団体の、はい、試合を紹介しておきましょう、はい。JWP 女子プロレスのゴールデンウィークの試合日程ですけども、はい、まず試合、4月29日ですね、はい、金曜祝日、これは道場マッチですね。はい、JWP 道場マッチ、中島有沙プロデュースになりまして、はい、今回初めてツッカが参戦してくれる、はい、そうなんです、やりました。道場マッチで、そうなんです、初めてです。足立区にツッカがやってくるということで、楽しみです、はい、なんか普段と違うじゃないですか、はいはいはい、道場マッチって、すごい楽しみです、そう、お客さんは楽しいけど、選手はめちゃくちゃ厳しい、そうなの、そうだよ、みんなもう
大変なんだから本当に道場マッチョ。だからあれそう課題が課せられるんですよね。そうリングから落ちたらこう何か食べなきゃいけないとか。楽しそうに見えてめっちゃきついんですよ。へ、ね、まあでもね、うん、あの最高のルールを用意して、うん、おもてなししたいと思います。その29日はあれですか、ベストフレンズになるんですか。わかんないんです。まだ今決め考えてる段階、あの考えようと思ってる段階。そうか、プロデューサーだよね。最初は全部カードを考える。そうルールとかも。なんかやめてよ。全部私の自由の。やめてよ。そのいろいろこの課題を課すのも全部自由なわけですね。そうなんです。だから楽しみです。すごく。はい。なるほど、ありがとうございます、はい。そして、5月3日火曜の祝日ですね、はい。13時から板橋グリーンホールということですね、はい。で板橋グリーンホールが5月3日、4日、5日、そうです3連戦なんですね。3連戦です、ね、3連戦、はい。で間でその4日の日の夜から、はい、リバレイエイドとレイ選手の、ね、そうですね、チャリティーイベントになるんですかね、はい、うん、私は多分試合には出られない可能性が高いんですが、はいはい、あの何かしらの形で協力できればいいなと、はい、思っております。レイ選手は、ね、レオン選手とずっと組んでましたからね。そうですね、序列のレオン選手でしたから、うん、はい、そうですね、今でもまっちゃんの方でいろいろやってますよね、はい、レイエイド。そうですね、私の勤めてるお店のところでもレイエイドって定期的にやらせていただいて、あのいろんな選手とかにも協力いただいたり、まあ、本人も顔出していただいて、月1ぐらいでやってるんですけど、いろんなところでそういう動き出てて、ね、やっぱりね、みんなで伊藤さんですね、伊藤さんですね、虎ノ門の伊藤さんですね。この板橋グリーンホールの戦いは、はい、まあ、まだあのカードとかが決まってなくて、うんうんうん、であの今4月に復帰した勝真奈美とラビットミヤのタッグアルティメットピュアフルがここの3日間であのなんていうんですか、3連戦、うん、3連戦3番勝負、3番勝負、タッグの3番勝負を、はい、試練の3番勝負やるんですけど、そうなんですよ、試練の試練かどうかわかんないけどブリバトーと肉みかん、はいはい、あかね山下って、うん、そう肉みかんと、はいはい、もう一チームなんだっけな、あれなでしこ関西の3チームとあの戦うのでね、楽しみだなと思いますけど、私はまだ全くカードが決まってないんですけど、なんかあれですね、今回この2人はカードが決まってない組です、はい、そうなんです、カードが決まってない組なんで、どうしましょう、あと当たりますね、あと当たりますね、違うよ、ちゃんと真剣に考えてる、あ、チームさん、はい、今日はなんかスイッチ押すね、スイッチ押すね、勝ちが普通になるからね、はい、あの3日間板橋あって、多分3日間ともあの1階で打ち上げじゃないけど、うんうん、イベントみたいなのもやってる、そうなんですよ、一緒にね、こういろいろお話しながら、そうです、あのカフェみたいな感じになってるので、うん、多分昼夜興行なんですけど、うん、3日間とも、うんうん、全部あの合間はそこで過ごせるようになってますので、うん、お腹を空かせて皆さん来ていただければなと思います。はい、はい、でも3日も4日も5日も昼夜ですか、4日だけ、そうですね、4日だけですよね、4日だけ昼夜、昼夜です、あとは、まあ、あの別の団体が入ったりとかすると思いますけど、なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます。でチケットはですね、ホームページ、はい、JWP のホームページからお求めください、はい、ということですね。そしてアイスリボン、はい、ね、ゴールデンウィーク試合日程ということで、はい、アイスリボンも、4月31日、18時から、はい、道場マッチありましたね。そうですね、道場マッチ、はい、これは毎週土曜日、うん、毎週やってるやつです、毎週やってるやつ、はい、なんか力がないですけど疲れてるそうだ、いや30日だったらどうすんだろうって今思っちゃっただってこれ分隊前の最後の道場マッチだから、ね、どうすんの、ここでも決まってなかったか、いやもう21までにはもう自分の中でタイムリミットを課せてるから大丈夫ですね。あ、27がタイムリミットなんですか。21です。21が、はい、21が記者会見があるんですよ。はいはいはい、はい、出てね、出る、うん、出る出る全カード発表しなきゃいけないっていう自分の中の課題があるので、うん、なんとか。これはあれですか、藤本さんは、はい、うん、カードとか組めるんですか。まあ私も案を出せますし、うん、まあ私が案を出して会社が、まあ最終決定は会社ですけど、まあまあそうですよね、はい、そうですよね。なんか戦いたい相手とかっていうんですか。でもね、構想は多分あるんですよね、もうね、戦いとね、そう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 、ないから戦いだってな、ないから言ってんでしょ、今日はスイッチ
もう本当にやめてよ。激おこです。まだいつもの光景で戦いたい相手はいっぱいいますけど、はいはい、カードが決まってないんです。でもちょっと思ってる。もうなんか候補がいくつかあったかな。じゃん。うわぁ、すいません。春菜さんもうダメそう。やばい、もうやめよう。次行こう、次行こう、次行こう、次行こう。はい、ということで、はい、今日はまあどちらかというとこのアイスリボンの横浜分隊のね、横浜文化体育館の話をちょっとやっていきたいんですが、はい、5月4日ですね、5月4日水曜日の祝日、はい、もうゴールデンウィーク真っ只中ですね。真っ只中ですね。15時からちょっと早めですね、うん、ちょっと早め、ね、15時からということですね、うん、で、10年目の到達点と、はい、10周年、そうですね、アイスリボン10周年です、ね、すごいね、すごいですね。設立何月なんですか、アイスリボン。なんかいろいろとあれなんですよ、うん、変わってるもんね、携帯がね、はい、そうそうそう、だからマットでやったのが何月とか、リングが6月とか、いろいろあるんですけど、一応6月になってます、6月、はい、6月、そうすると6月を超えると丸10年、はい、丸10年、はい、で11年目に入る、はい、そう、あ、すごいね、そうですね、そうそう、はい、6月行くともう丸 10年ですね、はい、でも私10年前いなかったのでアイスリボンに、今誰もいないんですよアイスリボン、10年いる人。あれ藤本さんは何年ですか。8年目です。8年目、はい、8年目、うん、ベテラン中堅か、中堅なのかな、8年で8年は中堅だけど、アイスの中だともベテランになる、ね、おつぼね、おつぼねっていう言い方もどうかと思います。ちなみに長野さん何年になるんですか。トータル私トータル7年です。なんで後輩違うの、違うの、すっかり後輩違うから、私より2年先輩になるの。なんで、え、だってデビューしたの2006年、ほら2006年、でも3年辞めてるから、うんうん、トータルでは私の方が少ない。そういうのどうなんですかね、女子、あれ女子はでもゼロからだから、いやでも、うん、そうじゃない人もいるじゃん、いる、うん、だからその違いは何なの。そうなのよ、だから最初私は嫌いだったんです。私だって、だって再デビューの時、うん、私はこう中森さんとかより下っていうので再デビューしたけど、まなみは今まで通りミュート同期で、だからそういうのは誰が決めるの。自分、ボリショイさん。あ、J はボリショイさん、ボリショイさん、へー、あ、自分で決めたわけじゃないんだ。だって今までタメ語だったのに急に敬語になった。そうだよ。あ、そう、うん、でさ、向こうもさ、うん、なんかそういう感じで来るじゃん。あ、そうだ、そういう感じで来るじゃん。今までそうだよ、同い、ね、うん、どう頑張るねみたいな感じだったのが、うん、中島みたいな。へぇー、まあ、でもそれが女子プロレスだから。そうなんですね。嘘、そういうもんなんだ。そういう時でどんな気持ちになるんですか。いや全然、でももう無知からやり直す、うん、もうそのつもりで来てるから別に何も。じゃあ私も、うん、中島とか言ってもいいってことだよ。超キレるよ。ダメだよ、おかしいですよ。やばい、やばい、おかしい。でもあの2006年デビューですよね。2006年です、あのうちの会社が2006年デビューなんですよ、うん、あ、同い年、同い年、同い年。そうなんだ。そうだから間休んでなければもう10年、うん、そうです、ね、今年だから私と元同期だった人たちは10周年、10周年、あ、一緒じゃん、そうだよ、一緒だよ。あ、そうだ、あ、2006年だ。じゃあ、え、アイスリボンができた年に私デビューしたってこと。そうだ ね、 あ、そうなんだ。じゃあ、あのうちの会社、はい、アイスリボンができた、あ、すごい、みんな、あ、なにこれ、じゃ10周年じゃない、なにこれ、なにこれ、丸10年、あ、すごい、何のつながり。6月末で丸10年、へ、うん、だから、だからが何月にこだわったんですね。そうそうそう、あ、全く一緒です。そこにこだわるんだろうと思った。7月1日から11年目。あ、すごい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 。いやー、よかったね。アイスリボンさんともう同年代だ、はい、もうこれは来るしかないですね、うん、あ、もう行きます。本当だよ。あ、これ行きます、行きます。本当だ、怖いよ。本当だ、本当だよ。本当だよ。本当ですよ。行きます、行きます、行きます、はい、うん、もうぜひぜひ。そうですね、はい、でもだってこのカードを見たら、うん、ね、そうですね、カードを見たら、うん、これめっちゃ楽しみだよね。めちゃくちゃ楽しみなカードがたくさんありますよ。尽くしたい里村さんなんで、ね、私も絶対見たいもんこれ、うん、私も見たい、うん、これしか物語があるんですよ。何、里村さんは昔、はい、あの前戦場対アイスリボンっていう対抗戦った時に、うんうん、戦場の里村さんはアイスリボンのことを、うん、学芸会プロレスって言うと、へえ、それはつくしとかはくるみがいるからだっていうふうにつくしたちは思ったのね。あ、小学生だったから、うん、かわいそう、自分たちがいるからそういうふうに思われるんだって、うんうん、で戦ったんだけど、うん、もう
そばとバンっていう蹴り一つでつくしがぶっ飛んだんですよ、うんうん、はい、そこからなんか悔しさがあって、うん、今6年目にこの子になるんですけど、あら、その時の思いを、うん、この間昨日 ね昨日つくし選手は、はい、昨日かの今朝だったかな、うん、あのツイッター流してまして、うん、ね、里村選手も進化してるかもしれないけど、うん、私 もうそれ以上に進化してるから頑張るぞみたいな、うん、頼むぞ、いやでも本当頑張るぞみたいな、つくしちゃんはすごい強くなったもんね、うんうんうん、あの負けん気がすごいよね、うん、ね、うん、と顎外れたもんね、顎外れたよ私エルボーで、顎外れた、うん、いやもう本当に、ね、強いよね。ちょっと、心身ともに。どういうふうなのかこん。はい。もうこれですよ。そう。エルボで。顎がずれるんですよ。そう。ずれた。ずれる。そうそう。で、元戻るんですか。戻ります。いや、でも本当に、ね、楽しみ、これは。もう本当にすごいプロレスラー。うん。ね、ありがとうございます、はい、まだでも他にもね、いろいろ、うん、そうそう、他にもあの、ね、対戦カードあります。なんかこうご紹介しておきたい対戦カードありますか。そうですね、うんうん、まあ、あの16歳になった柊くるみがやっと復帰するんですよ、うん、あーよかった、はい、まあ、あの怪物がやっと帰ってくるんですよ、うん、どれくらい欠場してたの。1年ぐらいですか。あ、夏か去年の夏ですよね。ですかね、7月ああでしたっけ、覚えてない。去年の7月、はい、うん、7月。やっぱ若いので回復が早いんですよね。早いですね。若いので。若いので。じゃあだってさ、じゃあ自分と比べてって、私膝を怪我したことがないかわかんないけど、膝をの靭帯が面中靭帯、切れた？切れた。人ってさ1年とかじゃん。そうそうそう。だけどね、もう。もう普通に練習とかもしてる。あと、あと、あといいですか、宮城もちがですね声ラリっちゃった。宮城もちがブル中野さんから、はい、あのギロチンを継承されたんです、うん、はい、すげー、なんで、これこれのなんで、なんかあのトリプルシックスの興行で、うん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 、ブルさんのモノマネをしてもちが、うん、あのギロチンを飛んだのね、うん、そしたらそれが、うん、ブルさんの耳に入って、うん、使っていいよって。すごい、あまりにももちが似てるから使ってるって。すごいな、もちさん、なんかすごいね、うん、ね、ものすごい武器を手にしたね、うん、で、今出そう出そうしてるのに全然で、うん、出せってなって、あ、出せないんだ。そうでもね、体も ね、いいもんね。宮城もちさん、今度のメビウスの試合もね、出られた、はい、森原さんもね、うん、私この藤田茜が好きだから。お言うよね、うん、もう女子プロ界一可愛いと思う。あ、可愛い、可愛い、ね、そうそう、顔がね、顔が、試合は見たことない試合見てよどんな好きなんですかって聞こえてたら顔です。でも顔が好きって嬉しいよね。うん、うん、ね、多分ね、うん、そう、可愛い。あとはやっぱりメインイベントですね。はい、セアリサ対優香、うん、デビュー3年とデビュー2年の、すごいね、それが分隊のメインで、すごいですよ、ね、10年目のね、はい、10年目っていうか10周年か、10周年、記念大会に到達点、うん、すごい、到達点がこのシングルなんですよ、うん、はい、ってことですよね。多分なんか10年目でこう横浜分隊で試合ができるようになったとかじゃなくて、昔のそのイメージが10年でこんだけ変わったんだよっていう意味で、うん、私は組めました。いやね、すごいね。ちなみに、藤本さんもその入った時と、はい、その今を比較すると、うん、やっぱりすごく変わったなって実感します。変わったと思います、うん、全然違いますね、うん、まっちゃんどう、うん、いや、もう藤本さんが変えたと思う。おぉ、うん、本当に、まあ、いいコメントする。いやいや、僕はいや本当に、これでもなく本当にそのアイズリボンっていういわゆるさっき里村さんが言ってたような言葉っていう、うん、あれじゃないですけど、それは少なからずなくもなかったんですよ。なくもなかったんですが、あれは女子プロレスとしてどういろいろあったんだけど、ルックスがどうだったんだけども、それがちゃんとプロレスができて、プロレスができるプロレスラーがいる団体だよっていうふうな押し上げてきたのは藤本司選手じゃないかなっていうふうに僕はそう思うんですよ。今すごく、すごく私今救われた気持ちになりました。なんでですか。今日なんか地雷いっぱい踏んでる。地雷いっぱい踏んでる。いやあ、でも、私も最初の方の初期の頃の話を見て、まあ、まさに同じような気持ちで見てた。あ、見てたんですか。あの初期の頃知ってますよ。うん、でも、今見ると、
もうそれあのこの間の、JWP の試合の時に藤本さんすごく動きが速くって、で力強いし、うわなんかすごい選手になったなって、私は思ってたんですよ。何の試合ですか？レオンさんじゃない？そう、ワンツー、はい、負けたけどね、でもすごい動き速かったし、で息がよく切れないなと思いましたね。ね、あんだけスピード感が出したやつ、ありがとうございます。あんま普段のトレーニングなんか成果ですよね。じゃあじゃあぜひぜひ、まあちょっと後で、日本軍隊のね、ことはまたお伝えしましょう。お願いします。はい。横浜軍隊って何ぐらい入るんですか、この。いやもうマックスで入れるんだったら、6000人ぐらい入るんじゃないですか、ね。ああ、6000人行こうよ。あの、6000人はそんな、あれですけど。6000入るんですか、ね、2階席あるんでね。2階席、ね、2階席があるんで。ね、そう、2階席、2階席あって。そうですね、バスケットとかをやるような感じのところぐらいなんで、そこ中までプロレス全部入れるんで、びっちり全部入ったら多分結構相当入るんですよね。そうですよね、だって椅子だって並べたい放題ですよね。そうなんです、並べたい放題、並べたい放題です、並べたい放題です、並べたい放題、並べられる、子供、子供の日だし、子供の日じゃない、子供の日じゃないけど、でもすごいですね、10年ですごい、そういう意味では大勝負ですよね。すごいですよね、大勝負をかけて。本当ですよね、最初やるって言われた時嘘でしょと思いました。でもなんかあの最近ね、はい、その要するに会社を見てても思うんですけど、こじんまりしている感じじゃないですか、だからこういう大きな勝負に出てきてくれるような姿を見ると、なんかすごく勇気もらえますよね。ですよね、うん、勇気もらえます、こうやってホールでさえすごいですから、だってそうですよね、挑戦しなかったら何もないですからね、そうおっしゃる通り、この間のでも JWP の後楽園は入ってましたね、いやでも減りましたよ。え、本当？はい、あのずっと2年ぐらい1000人超えをしてたんですけど、今回、900弱ぐらいだったので。本当ですか？そうです。あ、減ったんだ、いやなんかすごく入ってたような気持ち、勢いで見てたんで、まあでもね、それも受け止めて、はい、次ね、また考えましょうね。はい、ということで、じゃあちょっと次の話題いきましょう。はい、ね、はい、まあ今もう後楽園の話題入りましたけども、はい、4月3日のですね、後楽園ベストフレンズの振り返りということで、はい、尾崎選手とね、はい、さんは無差別を無事に振り返りました。おめでとうございます。よかった、みんなが望んでたことがね、戻ってきました、やっとね、いただいたよかったです、やっぱりね、ここにあるべきだと思いますよ。いやーでもね、あの試合を見てたら本当にあの流血がすごくて、そうなんですよ、で白いコスチューム真っ赤になってましたね、はい、最初から最後まで血止まんなくて、もう超貧血で、あの後、フラフラしながら焼肉食べに食べたんだ。あれ血はどうやって止めたんですか？絆創膏？いや、もうどうにもなんないから、なんかとりあえずティッシュこうやってずっと持ってて、髪の毛生えてるから何もできなくて、そうそう、生えてるところが消えたんです。そうです、そうです。で、普通だったらこう剃ってなんかやったりするけど、剃りたくないし、そうですよね、そのまま。そうなんですよ、ちゃんと飲みました、あの後飲んだらなんかもっと違う、ちゃんと気になる感じがします。すぐ帰ろうと思ったんですけど、お肉食べてビール飲んだらちょっとテンション上がって、そのまま赤坂のフラットンまで行って、またお客さんと飲んで。いやーでも、もうプロレスラーすごいですね。そうですね、まあ、体力がすごい、本当に頭下がります。はい、どうでしたか、尾崎選手は強かった？いやでもこの日セコンドも来てなくて、そう、本当にポリスがいなかった、一騎打ちっていう、そう、一騎打ちでしたね。あれ、ポリスが来てなかったっていうのは何か意味があったんですかね。一騎打ちをマジでやろうと思って、まあやっぱり私と一騎打ちがしたかったんじゃないですか、小竹真由美。なんで笑ってる？いや、知らんしと思って。そっか、知らんしね。確かに知らんしね。知らんしね。そうそう、でもなんか、ね、よかったですよ。とりあえずだって勝つことがまず、ね、まあそうですね、そうですね、一歩だったので、とりあえずベルト取り返して、ね、ベルト取り返してさ、JWP の選手に何か言われたの？おめでとうとかありがとう。ないあ、ないんだ、次行ってやるからなぐらいじゃない。でもさ、それをさ、思ってるなら言えよって思うけどね。あ、次行ってやるよ。そうそうそう、鋼しか何も言ってないもん。ああ、そうか、そうか、ね、まあでもいや、すごいね、
まあ、前回もねお話しいただきましたけども、うん、そのいわゆる選手同士の戦いを、うん、その中島さん中心にこうガッと広げていくような、うん、そういう働きかけをやってるわけじゃないですか、うん、で一回外に出て尾崎真由美選手とくっついて、うん、でそれに対して JWB の選手はすごいイラだったんですよね、うん、でまた元に戻ってきて、うん、で今度またチャンピオンになったね、うん、で周りの人たちにこうなんかこういろいろとやるわけですけど、まあでももう中島さん中心に JWB を回ってるから、ね、ありがとうございます。でも今回のことで本当一番良かったのは鋼、まあ、ウォンテッドを含めっていう感じだと思いますけど、まあ、だいぶかなり成長したので、成長したというのは、はい、いやもう全然戦ってて違いますね。本当、前だったら私どんだけ体格差あっても、うん、なんか別にそんな、なんていうの、怖さもないし、うんうん、負けるかもみたいな一切思わないし、まあ、余裕で勝てるだろうぐらいだったけど、まあ、昨日タイトルマッチだったんですよ、タッグの、はいはい、ベストフレンズ対ウォンテッドだったんですけど、タッグの防衛したってね、そう、そう、はい、すごく追い込まれて、うんうん、まあ、つっかり助けられましたけど、助けましたよ、なんだろうその感じ助けましたよ、ムカつくわ最近なんかしないですけど、2人の間にドヤ顔が上がってなんかこう、なんかこういいこととか、なんかすごいことをすると、うんうん、そう、超ムカつくんだけど、有田もするんですよ、有田もしないよ、有田もするじゃん、するじゃん、それするのするそのドヤ顔をよくしたら、ポスターに使っててポスターに使ってる、ポスター使ってる、ドヤ顔、あれめっちゃ評判いいから、中島さんのドヤ顔も素敵ですよ、あれいつもやってる、私でそう、つっかに見せるから、そういうその中島さんを見ている藤本さんどんな感じなんですか、あのセコンドついてますよ、あセコンドつきましたよ、ね、あの試合、ねね、うん、なんかねこの間映像で見てたら、試合終わってバケツ持って急いで飛んできたつか、うん、見て、そうそうそう、あなんていいパートナーだろうと思った、これがこれがムカつく、いちいち、いやでもやっぱね、セコンドが誰もいなくて、うん、そうそうよ、そうよ、そうそうよ、みんな無視よ、そうかそうか、ねえ、いいんです別に、でその前の私の試合もセコンドついてくれたので、うんうん、そう、私無差別戦をボールでやるときに、うん、セコンドについたことって今まで一度もなかったんですよ。無差別戦をやるときにって誰かが、うん、だから自分が挑戦する場合も、うんうん、自分が挑戦を受ける場合も、うん、無差別のタイトルマッチがある場合は、うん、もう一切外に出ないっていうのを決めて、うん、あなるほど、うん、で、初めてついた、おっ、つっかんで、すごい、いやなんかそしたら負けてたの負けてた、いやでもね、あの試合めっちゃ面白かった、レオンさんとのツーカウント、うんうん、すごいスピード感があって、うん、負けたけどね、うん、負けたけど、はい、面白かったよ、 ああいう試合やってる時に息がやっぱ上がってこないんですか、全然上がってこない、ね、私も聞きたい、それすごい、息は上がらないですけど、うん、一瞬なんか、うん、あの忘れそうになります、こう普段体にやっぱ2で返すことが染み付いてるんですよ、そっか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 、1で返すのに行くんだよね、はい、だから、うん、こう1ここまでで危ねえって返したりしますし、すごい、なんか2だとやっぱちょっとこう余裕があるじゃないですか、うん、そう2秒間、はいはいはい、だから休めるっていうのもあるんですけど、うん、1だと確かに頭で考えて、で体でも反応しなきゃいけないから、うん、結構返すときにダイナミックな、あのキックアウトになります、ね、はい、あんだけぐる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 回ってると、そうそうそう、自分がフォールしてるのか上になってるのか下に分からなくなるから、私ツーカウントとか絶対負ける自信あるもんやろうよやろうよ、やだやだ、絶対やりたくないよ私絶対もうそういうのできないタイプできないタイプいやだから、はい、あのなんだろう、こう動いてて、ああもうダメだ、もうなんか諦めちゃいたいみたいな、なんかそんな気持ちになんないです、うんうん、あ、なんないです、諦めるのはなんないですね、うん、はい、すごいな、もうだってすごいスピードで動き回って、ね、止まってる力がなかったですよね、なかったですね、うん、こういうなんかこうハイスピードな試合ができる人は私憧れます、へ、そう、うん、でもハイスピードですよ、ちゃう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 、え、アリさんハイスピードだな、嘘、褒めて、結構ハイスピードだと思いますよ、だって止まってる時ないですもんね、いやいやいや、うん、すごいな、だからこの間流血した時なんていうのは、やっぱ血が出ると、うん、結局ほら体力が奪われていくじゃないですか、うーん、ね、
そうじゃない。そうじゃ自分のことですよ。自分のこと。わかんないけど。いや、なんかやってる時は必死だよ、ね。そうやってる時必死だからわかんない。でも目が見えなくて、もうずっと目に血が入ってて、どうしよう、もうずっと膜が入って。あった状態でだったので、ちょっと距離感とかも分かんないし、すごい大変でした。なんか ロープ、うん、要するに、うん、校内登ったりするとなんか危ないですよね。そうそうそう、うん、目が本当見えなくて、そうなんです。ね、や臭いし、臭い、血の匂いで臭い。そういうその中島さん見ててどう見てるんですか。いや血出てんなと思います。そのまま。あでもそういえばケリーがエルボーで。あ、切ったし、フォーク刺されて血も流してそうだよね。フォーク刺されて、あれ、なんで切ったんですか、あれ結局ベルトだったの。あ、ベルトをバーンってやって切ったんだ、うんうんうん、めっちゃ痛かったもん、最初だよね、結構、うん、あれがベルト壊れたよね。そう、え、壊れたんですか。壊れてる。なんかね、言ってた、部品が飛んでたんだってみんな言ってた、うん、でも、私こう見てもわかんない、どこが壊れてるか。あ、そうあれでしょ、あの、久しぶりのベルトだから。久しぶり1年ぶりぐらい、1年ぶりのベルトだからね。忘れちゃうね。そうそうそう。いやでも本当に歴史のある思い出ですからね。そうですよ、本当そうですよ、ね、そうですよ。それで投げられたとか。そうそう。いやでもね、私の血がこう染み込んでいい感じになってますから、ね、いい感じに血が染み込むと取れないですよね、多分ね。ね、ね、マットとか大丈夫だった。分かんない、大丈夫なのかな。あれから多分開いてないと思うんだけど。あの日以来、あの日以来マット、うん、そうでしょ。だってほら、浅草も違うリングだったから。あ、そっか。24日の板橋で、多分それを。それが発見。臭いんだろうな。血の匂いが。いや、でもいずれにしてもね、おめでとうございます。うん、ありがとうございました。本当にね、もう勇気をもらいました。本当にね。で、5.4、横浜軍団のベストフレンド対戦カードはということなんですけど、はい、もうさっきお話をいただいたので、はい、次行きましょうか。もうだって、掘り下げない。あ、これ、そう、しつこく言うとなんか逆に申し訳なくなって。そうそう、そうですね、はい、ね、まあ、ベストフレンズ組むかどうかもわからないぐらいな、はい、でも、ね、でもファンとしてはやっぱりベストフレンズ見たい。見たいよね、ね、え、だって女子プロレス界で今一番勢いありますからね。シングル、タッグ問わず最も輝いてますから。最も輝いてますから、ベストフレンズの一番ベルト持ってるね、タッグ。あ、そうですね。そうですね、2人で7本。すごいね、でも相手の7本すごいね。まあ、ちょっとデストフレンズ見たいなって感じしますね。サブミッション。悔しい。